きチャンネルちょっこんにちは。さあ開幕前にね選んだ今日は投手編ということで、はい、誰のね、うん、ベキーか一番うまいのかっていうね、はい、12球団から一つずついろんな項目で選んでいって、はいはい、最終的な結果を競うという、そうです、選手をかぶったら取れないっていうね、はい、同じ選手ね、うん、っていうところのまず投手編でやっていきますけども、はい、まず勝ち星、はい、勝ち星はもう積み上げ式だからね、うん、もうただ単に足し算して数が多かった人が勝ちですね、うんうん、ちょっと俺言っていい、はい、B に大野大野雄大怪我してゼロゼロ思わんやん。いや思わない、大野投手がね、うん、ちょっとうん、これ予想外だったな。しかも藤井リリーフ行っちゃったソードバンクの藤井先発役、あと宮城今永、マー君、はい、マー君の故障も床田球場、うん、平良、高橋圭一、上沢、佐伯、うん、種市、大野 B にちょっとそこ痛いですね、うん、浜田さん、日本の金村良さそうだったけどね、まだ1、そう、ここがちょっと、あと青柳のさんがちょっと想定外じゃん。うん、いやもう15は行ってくれると思ってたから、高橋宏斗の3も想定外だね、はい、まあ、戸郷投手がまあ早く9勝は行ってくれたんですけど、東の8もいいね、うん、そうですね、山岡リリーフになったよ。そうなんです山岡投手が本当に序盤なかなか勝ちつかなくてね、うんうん、でも今井6いいね、はい、大瀬良よ、うん、だまだこれから伸びてきて、青柳投手はここからね、うん、多分伸びてくると思うので、そうだね、そうだね、そうだね、はい、俺もだから今から伸びてくるのは宮城今永ね、うんうん、でマー君、戸郷田、平、はい、高橋圭一、俺結構でも BD が BD もリリーフでちょっと勝ってくれ、うん、1とか2とかそういうのありますからね、うん、あるある、ゼロは大野、うん、帰ってこれんのかな、どうなんだろうな、2人ゼロがでも痛いですね、でも先生が何気に、うん、あ、もうでも佐々木朗希もう怪我、そうですね、これはもう伸びがね、うん、でも高橋光成投手、そうだね、うん、伊藤博美、小笠原、森下も今ちょっと抹消中だけど、うん、グリフィン、西和田、うん、サイスニード、山下俊平と、和田投手もね、抹消になりましたね、うん、バウアいいね、結構いいんですよ、大外れがない、うんうん、しかも先生今70勝1、うん、俺61勝、袴さん55勝、うん、しかもバウア、はい、7勝、はい、もう開幕前からめっちゃバウア推しでしたからね、でもめっちゃいいじゃん、見る目あるやん、いいしかも早川のゴールも何気にいいよね、はい、楽天ね、本当、あと山下俊平と、うん、あと和田ね、和田こうね、はい、あとグリフィンも何気に見る目あったね、うん、グリフィンよかったっす、BDビーディビーディ、私これ戸郷投手やっぱ先取っといてよかったな、そうだな、うん、あと藤井のリリーフそれな、投手ね、次、はい、防御率、防御率、防御率は先発とリリーフを6人ずつにしなきゃいけないっていうね、はい、ルールで、はい、これは数が少ない方がいいっていうね、これオスナ、はい、0.88、おで大勢さん、今永、うん、高橋光成、で高橋宏斗、佐伯、高橋圭司、種市、はい、松本、孫、山崎総一と石川、石川限定の対象じゃないですか、そうだね、さあこれ限定になりますもんね、石川は、うん、あのリリーフは40試合登板しなかったら、うん、やっぱ減っちゃうっていうね、うん、ありましたよね、うん、あ数増えちゃうんですよね、中間さんは増田、うん、3.49、ちょっと想定外だね、そうなんです、ま、でも松井投手が0.5、山本、うん、藤井、伊藤博美、渡航だ、うん、伊勢、石山、うん、大野投手が、うん、でも 0.00 でそうなんですよ、0.00 なんですけど、ね、当番試合行ってないとプラスされますもんね、うん、でも 4.5 からプラスされるよりいいやん、まあ確かに0からプラスされた方が投げてないから、で、私、白木投手、湯浅さん、湯浅さんもちょっともう今季絶望っぽいね、ね、で、今井、はい、結構選んでる人はめっちゃいいんですよ、うん、で、先生、マルチネス、ライデル、はい、これあ、投げてないから0じゃない、投げてないだろ誰も打てないですから、マルちゃんが投げたら全然大野投手は違う攻めだね同じ球団でも青柳 4.8 ならちょっと想定外やな、そうですね、うん、で、戸郷、はい、マー君の 4.92 ちょっといきなり増えちゃいましたね、うん、で、宇田川、うん、上沢、うん、平、小島、うん、栗林の 4.75 想定外やな、想定外ですね、で清水、うん、山崎康明 4.46 きついよな、でモイデロ、モイデロもう投げないからまだバップだよこれ、うん、確かに、うん、こっからどうなるかちょっと増えそうですね、うん、で現状足していくと俺が防御率 2.77、うん、袴さん 2.81、はい、先生 3.02、うん、で現状俺1、はい、ただやっぱこれ規定投球回行ってないとか40試合投げてないっていうので、うん、どんだけプラスされるかが、そうだね、かなりあります、袴さんね、
これね、藤井がね、うん、両方そうなんですよね。あの先発として私は取ってますから、うん、ね、どうなる、うん、あと俺大勢いつ帰ってくるのかっていうところとね、それありますね、うん、高橋宏斗と最近来て東京から行ってほしい、うん、はい。いやでも防御率って1試合でガッて変わる、そうそう、全然変わるからね、うん、まあこれはちょっとどうなるか分かんないね、はい、分かんないです。でも3点台いっちゃダメやろ、うん、3点いっちゃダメ、うん、まあまあ、佐藤さんも2点、バップなくて、あ、そうですね、バップなくて3点台いってたら勝てないよね、うん、はい、だからそこがちょっと、でも今ね、2人とも私たちは2点台なんで、そう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 、いい感じ、いいとこ選んでますね、うん、先生はね、ライデル・マンティネスゼロだけど、モイネロがね、これバップになるから、うん、そうなんです、うん、あと青柳投手が結構ね、そうだね、うん、結構先生4点台の人いるもんね、多い多い多い、うん、1点台いないの、いないね、うん、私ほとんど、あーでも白木投手が5点、あと石山だね、石山投手と白木投手だな、あと湯浅さんもね、4点はちょっと想定外だね、はい、うんうん、続いて奪三振、はい、これ奪三振率ですね、率、うん、はい、これ松井裕樹、高橋奎二、栗林、グリフィン、高橋光成、西純也、エスコバ、西野、石川、清水、石川直也、宇田川、うん、でも俺もここまた登板試合数が心配な、あー、そうですね、石川とかもね、うん、高いけどあれだからね、はい、でも大外しいなくないですか、投げてないとか、そうだね、西純也もここから多分上がってくると思うんで、はい、投げてるからね、うん、でグリフィン、西野もそうだしね、だちょっと石川直也だけがね、あと宇田川もここからどこまで試合数伸ばせるかだね、うん、ちょっといなかったからね、そうですね、中政、大勢、はい、平、この後、大勢投手ね、うん、田口、宮西、大瀬良、涌井、オスナ、山崎壮一郎、うん、則本、則本 5.98 はちょっと低いね、今までの奪三振王から考えるとね、ちょっと今永、増田、西、うん、ね、意外と西投手もそんなにだし、うん、まあ、西、でもどっちかというと打たせて取る感じなんですね、そうですね、うん、で先生が山本由伸も、山本由伸も 9.5 ちょっと低いね、うん、で藤井、マー君、マー君の 4.92 ちょっと低いね、うん、最近噂は、噂もペルドモ、ペルドモだってどっちかっていうと打たせて取るんですよね、で小笠原、入江、水上選手、ちょっとあれだね、これはきついですね、で、ケムナ、うん、桑原、うん、木澤、うん、まあ、もう奪三振取ってもらうしかないですね、これはもう頑張ってね、はい、三振とあと登板試合数をね、うん、しっかり投げていってもらいたいっていうね、あ、これ私現状1位だ、そう、花間さんが 8.7 で1位、これ 8.4、先生 7.6、うん、ね、うん、いい感じ。さあ最後貯金ですね。うん、そうだね。だから貯金編はあの勝ち星で取った人は取れないっていうね。取れない。うん、はい。全員ドラフト1位撃沈。嘘だろう。柳。どうした？-4。いや私も-4。松本投手。いやでもセーバーなかなか点取れなかったからね。うん、こうなっちゃう。そんなドラゴンズも点取れないから。そうですね。確かに東山マイナス、東山マイナスにちょっと想定外だね、で俺石川修太-1、はい、私も西純也投手、あ、やっぱ、あ、西投手は1貯金作ってるんだ、うん、俺だって柳、石川、吉村、加藤、田島、岸、直江、石田、西野、うん、岩崎、水上、玉村、うん、俺西野の貯金5でかいね、大きいですね、うん、これが、え、待って、私高間さん貯金作ってる人ほぼいないよ、松本、西、滝中、遠藤、木澤、本田、赤星、メルセデス、三島、祖父江、バンド、鈴木、-11です。-11 えげつないよ、こっから挽回、借金11だから一生12杯だよ、はい、え、待って、そんなに、あ、赤星投手と松本投手が -4、だってプラスの最大が2だもん、はい、で先生東山、与座、美馬、もうこれで借金ここまでで7だからね、うん、伊藤正志、ポンセ、菅野、栗、ピーターズ、安楽、入江、勝野、小野、-4、え、貯金作るのってそんなに難しいんですか、俺だって貯金1よ、1ですね、それでも一勝利なんですよ、うんうん、そっか、佐藤さんのトップで貯金1ですもんね、でまあこのね、勝ち星で取った選手たちは取れないから、はい、ね、そういったところでは戸郷とか ね、うん、そうですね、佐々木朗希とか、多分きっとこの勝ち星編で取った人たちでこの貯金やったらきっとプラスなのかな、うん、おー、それもちょっと試しに、まあ、終わったらやってみたいね、ちょっと見てみたいですね、どのくらいかっていう貯金が、俺の想定がやっぱ柳の -4やな、だって
全く最初にもなかったですもんね。見て俺ヤクルト吉村貯金1作ってるから。わあ。でも、これ貯金だけでありがたい、うん、私は西投手が1、うん、で本田仁美投手が1、三島投手2、あと坂東投手1、鈴木健也投手2。白馬さんの誤算は滝中のマイナス2やな。ですね、もうちょっとね、去年の感じで言った。あと赤星マイナス4、うん、メルセデスマイナス3もちょっとあれだね。あと遠藤投手もマイナス3なんで、うん、鈴木もね、うん、プラス2だからまだ大きいけどね、はい、先生、三馬マイナス4きついな、ポンセもマイナス3ちょっと思わなかったね、うん、あと菅野ね、まあ、東山投手もね、うん、想定外ですしね。赤松さん、マイナス11はあかんで。いや、本当ですね。なんでこうなっちゃったかな。1位の俺でもプライチだからね、うん、貯金って難しいんですやっぱり。難しい、借金は簡単だけど、うん、俺こっからの伸びしろだとやっぱ加藤、柳、うん、ね、減らしていってほしい、うん、岸、あ、でも岸投手最近いいから、うん、そう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 、うん、伸びそうですよ。高本さんって赤星とかもう一応いないしね、うん、私伸びしろいます。鈴木健也投手そうだね、うん、あとは西純也やったら、うん、まあ、先生は伊藤と菅野だね、うん、そうですね、うん、伸びしろあるね、与座、うん、投手もね、なかなか勝てなくてね。そうそうだね、まあでもこれ途中だからね、はい、はい、まだ分かんないです。投手の文字はとりあえず俺今2個勝ってるね、はい、で先生と私が1つずつだから3勝2勝2勝だね、はい、投手で、まあこれでも接戦や、大接戦やな。まだ2ヶ月でだいぶ変わる、全然変わるね、うん、頑張ってほしいね、こっからもね、まあ、皆さんの頑張りがね、うん、俺らのゲームの勝ち負けが決まるからね、はい、俺らも見守るだけだから、そう、私応援するしかないですからね。そうそうそう、はい、ということでね、皆さんどうでしたか。